そうですね。もともと僕はお好み焼き屋なんですよ。福山駅の南口、徒歩1分のところに、広島焼き勝成ってお店があるんですけど、その時にお世話になった、同じ店長さん、社長さんがナポリタンなんですよ。で、そこで、ゴールデンケチャップのお店を出したんです。で、僕はそこをお好み焼きながらお手伝いして、そのお店を何年に変えて僕が切り盛りしてたんですけど、でそれをスタッフにやらせて、僕がここで居酒屋を始めて、で居酒屋のランチタイムにナポリタンを持ってきたのが、ここでナポリタンをやって始まりです。
ありがとうございました。始められちゃった理由とかっていうのは、なんでナポリタンの専門店を？そうですね、もともとここお好み焼き屋なんですよ。富山駅の南口、徒歩1分のところに広島焼き勝成ってお店があるんですけど、その時にお世話になった同じに職長店社長さんがナポリタンなんですよ。でそこでゴールデンケチャップのお店を出したんです。僕はそこをお好み焼きながらお手伝いして、そのお店を何年に変えて僕が切り盛りしてたんですけど、でそれをスタッフにやらせて、僕がここで居酒屋を始めて、で居酒屋の、ランチタイムにナポリタンを持ってきたのが、ここでナポリタンをやってる始まりですね。ナポリタンのこだわりとかってあったんですか？そうですね、あまりカッコつけない、昔ながらのナポリタン、それを心がけてます。